そんなはっきり見る、うん、足見えんだもん、黒い。え、あっちの方でこんなヤバいスポットちょっとないぞ。二人並んでこういう風に橋の下見てたじゃん。あつきの後ろでこういう感じで、マジでこんなヤバいスポットちょっとないぞ。てか腰から下めっちゃはっきり見えてる。あ、もう静かになった。急に今下、今下で下、ほら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 、待って待って、走ってる走ってる。たつき、たつきごめん、たつき無理だ、俺無理だ。出張ホラーナイト。今回訪れている場所は緑大橋という場所です。すごいね、その兵庫で有名なスポットみたいで、麹屋ダムっていうの名所みたいになっちゃってるとこがあるんですけど、その近辺にある橋なんですけど、どうやら飛ぶのはここからなんですって。あー、そうなんだ。あー、行き着くのがそのダムなだけで。あー、なるほどね。そっち流れてるだけで飛ぶのはこちらみたいで、で一応さっき見てきたんだけど、ダムは封鎖されてるんですよ。だから多分ここしか飛ぶとこがなくて、信憑性の塊だと思う。あー、なるほどね、うん、もうね、来てる道でもね、人気も全然ないし、なんか人通るのみたいな、通るのっていう感じの寂れ方してるし、うん、たつきがまだ見えてなかったみたいなんだけど、さってちょっと見えてたものがあって、ほいほいほい、橋の入り口に人に向けた注意の看板ありますけど、やっぱガチ確定のやつです。もうなんか噂とかで逃げれない感じだもん。噂とかじゃないやつですね。我が盟友だらしめんも言っているみたいなんですけど、おお、はいはいはい、あの二人がマジでヤバいっていう風に感じてしまうぐらいの場所っぽいんで、これは本当にヤバいと思います。いや、あの二人が怖いって言ったらちゃんと怖いのよ、うん、怖い。橋の近くにあるなんか公園もあるみたいなんですけど、うん、そのトイレも結構霊が出ると。へえ、はいはいはい、とかずぶ濡れの女の霊とかよく見かけられるらしくて、まあ、もしかしたら本日初めてのがっつり見てしまうのかなっていう可能性も感じながら気をつけていきたいと思います。本当にでもここやばいんで。やばそうだね。どっちかおかしいなと思ったらもう強制終了しましょう。まあ本当2人なんでね、これ本当2人なんで本当に、うん、早めに決断しないともう戻れなくなるんで、うん、そこ変にね YouTuber 魂とかいらないですよね。あ、それはもうダメっていうのは僕はもう第10弾で身をもって知ってたんで、うん、はい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 、ありましたね。僕が正しかったんだっていうのもちょっと分かったんでね、ダメと思ったらやめた方がいいと。そうしましょう。もうそこはなんかどうもやっぱここを気にしてる様子ですね。気になってますね。入ろうとしてるとか、なんかなんていうんですか、分かんないですけど、半分乗っ取られ始めてるみたいな。なるほど。感覚になってますよ。いや、なんかおかしくないですか、俺。大丈夫ですか。予想レートは SSS です。うお、やばいと思います。本当にやばいと思います。まあでもその前情報だけでもまあね、うん、行くんだろうなっていう気はしてたけど。できれば一人で横断とかどっちかやってみたいなとは思うんですけど、結構広いので、はいはい、まあ、一旦普通に二人で探索してからやることを決めたいと思います。はい。それでは行ってみましょう。はい。それでは。行きましょう。行きますか。もうこの通りっすよ。バカ真っ暗っす。たつきがこれでもうあとは何も映らないっす。照明消したらこんなん。やばいね。バカくらい。噂のものがこちらです。どれ。うわぁ、そういうことか。はい、悩みがあるときは相談をと。なんで。やばそうだよね。そういうことだよな。なんかすごい古いな、看板が。そう、下のはね、新しいんだよね。ね、明らかに。そうだね、後付けだな、うん、そこだけ。ちょっと一旦普通に渡ってみましょうか。そうしましょう。結構車幅は狭い橋だね。そうだね、うん、一車線分って感じかな。これだけ見るとでも、うん、ただの一本橋だけどね。そうだね、うん、なんもないから。でもさ、もしよ、うん、これでさ落ちるとするじゃん、はい、この静けさじゃん、ジャボーンの音だけ鳴り響くのを想像したいよね。めちゃくちゃ聞こえるね。怖っそれ。
そうだね、もう聞こえた瞬間にやばいことになるもんね。ね、一回静かにしてみない。なんかもうさ、静か度がおかしくない。いや、ほんとマジと思う。ここまでの部分珍しい。いや、これおかしくない？普通高さあるし山に囲まれてるから風の音めっちゃするよね。するよね。いや、こんな静寂なんないでしょ。動物の声すらしないぞ。え、無だよね。本当になんか耳、うん、逆にキーンって音聞こえるもんね。聞こえる。あの静かすぎる時の。うん。おっさんみたいな。ん？あ、ちょっと待って。近かったよね。近かった。遠くなかったよね。てかその辺金属音みたいなものをドカンって音し、なんか動かした音か。うん。確かにさっきのように咳払いおっさんのそういう感じのようにも聞こえる。いや待って、ここ。うん。絶対一人で入れないわ俺。なんで？山があるんだけど、こっちにね、うん、山の方を見て無になってみ。なんかもう連れてかれそうになるよ。あー、感覚バグるやつだ。ちょ、音やばい。音も全くないし、なんかもうやばくね。なんか歪んでる感じするわ、もうなんかいろんなものね。なんかグニャグニャしてるというか、静かすぎて逆に頭おかしくなるっていうか、なんか感覚が狂うね。だってそんだけ普段と違うってことだよ。うん、そういうこと。うん、普段山が見えるとこでの体感する音とか、うん、なんか今コツコツ言ってる。待って待って待って、もうやばいって。ちょっと待って待って、じゃあ本当にやばいって。もう嫌だわ。普段山が見えるとこでの体感する音とか、うん、なんか今コツコツ言ってる。待って待って待って、もうやばいって。ちょっと待って待って、じゃあ本当にやばいって。もう嫌だわ。普段山が見えるとこでの体感する音とか、うん、なんか今コツコツ言ってる。待って待って待って、もうやばいって。ちょっと待って待って、じゃあ本当にやばいって。もう嫌だわ。いや、今絶対なんかヒールみたいな音じゃん。ちょ、もうここは進めねえな、これ。待って待って、マジでやばい。おかしいおかしいおかしい。ほらほら、向こうに行った。え、待って、なんかさ、向かってきてない？うん。てか、ね、3方向ぐらいから。いや、おかしい。いや、ちょっと待って、囲まれて、囲まれて。ほんとにやばいよ。囲まれて、囲まれて。落ち着こう、落ち着こう、落ち着こう。やばい、待って、これ本当にやばいな。ずっと走…これさっきまでもうどこ行った？ちょ、待って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 、パニックのやめよう。絶対これを叩いてる音だよね。うん、叩いてる。あ、そうだ、もうこれだ、これだ。なんか今コツコツ言ってる。なんか今コツコツ言ってる。なんか今コツコツ言ってる。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 あ、そうだ、もうこれだ、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 それだ。もう静かになった、急に。今した、今してた。ほら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 、待って待って、走ってる走ってる。待って、これだこれだ、それだ。もう静かになった、急に。今した、今してた。ほら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 、待って待って、走ってる走ってる。もう静かになった、急に。
今下、今下で下、ほら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 、待って待って、走ってる走ってる、あ、もう静かになった急に、今下、今下で下、ほら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 、待って待って、走ってる走ってる、ほら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 、待って待って、ほら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 、待って待って、ほら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 、待って待って、ほら、だってこれどういう原理でなるの、わかんない、勝手にならないでしょ、こんな無風でね、うん、たつきをここで撮ってる時は本当にカメラにも映ってる感じで正真正銘の無音だったのよ、うん、もう5秒以上、うん、それ絶対今見てるはずだから、みんな、うん、ほら、だからこの中さとか静かで普通じゃん、うん、今ラッシュやばかったよな、いや、やばいでしょ、何何これ、どうしたどうした、なんか白い丸が映るんで、その真ん中の、ほら、ちょびちょび出てくるんで、ほんとだほんとだ、ホコリ？カメラについてる的な、あ、いや、あるな、ん、いや、待って、ちょ、やばい、やばくない、やばい、やばい、やばい、ちょ、もうどんどん激しくなってるって、なんか今、下だってよね、下、これ、絶対一人無理だぞ、いや、もうこれ、無理だね、一人は無理だね、ちょっと、静かだから余計敏感になるし、うん、T 点、うん、したくなるね、こんだけ音鳴ってると、ああ、放置してね、うん、うん、意外ともう終わんのか、今ちょうど真ん中ぐらい、いや過ぎたぐらい、ほらほら、なんか、ね、やばい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 、なんか一定の距離保って近づいてるよね、ね、だからやっぱあの辺にいるんだよ、ほらほら、あの辺なのかね、あそこばっかだよね、遠いもこっちから聞くとすごいね、この話ね、話ね、だって俺らオーロし終わってないんだよ、オーロ終わってない、終わってない、まだ半分オーロすら終われない走って、いや待って、本当にやばいよ、おかしい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 、え、普通に聞くよもそのまま、うん、なんか言いたい感じですかね、僕らに気づいてますか、金属音以外の音とか鳴らせます、たつきごめん、たつきごめん、もうたつき無理だ、俺無理だ、行きます行きます行きます、やばいやばい、ちょ本当にやめる、やめるわ、もう無理だ俺、これ苦しんでる苦しんでる、ちょ本当にごめん、待って、あ、待って、本当にやめよう、本当に本当に一回落ちて、一回落ちて、いや、やばい、本当に、本当にやばい、本当にやばい、待って、ごめんなさい、あの関係ないです、僕たち何もできませんので、お仕事できました、はい、もう一旦買います、戻ります、今さ、攻撃してたじゃん、わかるじゃん、わかるわかる、絶対ダメじゃん、明らか、わかんないけど、まあ、攻撃なのか確定はわかんないけど、うん、最初なんか男性なのか物音が聞こえたところだね、なんかもなに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 、え、俺わかんなかった今、ちょっと待ってね、え、ちょっと待って待って、ん？どうした？俺なんか今白い何かあったぞ。ちょっとす、一回来て。一回来て。一回やめた、これ。初めて見た。まあ俺は何も言ってないんだけど。うん、反応だけしてたよ、なんか、うん、変な反応してたよ。うん、今タツキが見てたのと多分同じの見てんだよ。マジ？マジ？
たつきがどこで見ているかは知らないけど、うん、こう俺とたつきが2人並んでこういう風に橋の下見てたじゃん、うんうんうん、振り返る時にたつきの後ろで、うん、こういう感じでマジでマジでやばい、ちょ待ってマジマジ、なんか一瞬影があったのよ、白いね、うんうん、白白、うん、で見間違いかなと思ってもう一回再現したら、うん、そんなものができなかったから、でたつきの目見た。俺は俺らが折り返したぐらいのところに上が白で、静かにして、今なんか蛇口ひねったみたいな、また金属音があっちからした。マジかよ、もうなんだよこれ、ちょっとやばくない本当に、やばいやばい、ちょっと待った、さつきは影見たん？いや、なんか白い服着て下が黒タイツみたいな、スキニーみたいな、そんなはっきり見える、うん、足見えんだもん黒い、あっちの方で、だから俺らがこっちサイドで、ちょ再現するとここの上立ってんだ、こう、待って、もうやめた方がよくね、そんなん見えてたらもうやばいでしょ、はっきりはっきりっていうか、なんか上半身がなんかあんまモヤモヤしてんだけど、うん、てか腰から下めっちゃはっきり見えてる、え、ちょっと待って、俺がっつり見えたの俺初めてだ、探した後も普通に見えてたの、探したと、そのなんか一回こう、いや、なんか探してたじゃん、こうなって、で途中でフッていなくなったの、うん、けどそこまでは俺見えてて、だからここモヤモヤしてるからえと思って、ちゃんと上半身見たいなと思って、はい、そしたらフッて消えた。なんでここにこんなに風が吹いてるんだ、あ、確かに、で、なんで橋の上は全くないんだ、確かにそれ変だ、今みんながね、こう聞こえてるように、うん、落ち葉とか風で流れてる音は聞こえるんですよ、だからそのね、葉っぱとか見ると分かるよ、うん、そうだ、こんだけ風が吹いてるんですよ、で、もうこれ橋なんですよ、目の前なのに、橋に行くと全く風もないし音もないっていう、うん、こんなヤバいスポットちょっとないぞ、そう、もう進めない、俺行けないや、で、ほんとそんな感じやん、だって、ね、そもそもさ、テンパった要因としてはさ、うん、金属音以外鳴らしてくださいって言ってさ、うん、普通に喋ったじゃん、喋った喋った、絶対女だったじゃん、ね、なんか攻撃的とかではなかったけど、それは分かんないんだけど、絶対女性が返事返してくれた、女の人がね、うん、みたいな声で喋って、うん、橋の向こう側だよね、ちょっと固定置いとこう、そうだね、置いて、うん、往復しよう、なんとか頑張ってしてみるか、最低限、うんうんうん、じゃあそこだけ、そうだね、頑張ろう、手でね、取りながら往復、このライト消したら真っ暗です、消します、低すぎ、低いな、ズブヌレの女性がいると言われているトイレですね、ここにいるのは女性でしょうか、急にファッてここだけ風吹いてる、あ、やばい、タツキ来て、あ、やばい、タツキ来て、え、タツキ来て、ちょ待って、何